は。今日はシェブロン柄をアクセントにつけたネイルのデザインを作っていこうと思います。では始めます。今回はエシーのスプリングコレクションの4色を使ってネイルのデザインを作っていこうと思います。爪に二度塗りでトップコートをつけて乾かしてあります。紫の爪以外にスタッツを乗せていきます。コートを接着剤の代わりに爪にのせて、その上にスタッツをのせていきます。紫の爪にスタンピングをつけていくので、液体のラテックスを塗っていきます。押せてしまいました。うまく爪に転写されませんでした。仕方がないのでテープを使ってスタンピングを取って、もう一度初めからやり直します。
タンピングが終わったら液体のラテックスを爪の周りから剥がして、その後ブラシとアセトンで爪の周りを掃除していきます。最後に仕上げにトップコートをつけていきます。これで完成です。今回は4本のミニセットのエシーのネイルポリッシュを全て使ってみたかったので、どんなネイルができるかなと考えたら、シェブロン柄をアクセントにしたこんな感じのネイルになりました。どうでしょうか。皆さん見ていただきありがとうございました。